次、とも入れをかけます。まず柄を合わせて待ち針を打ちます。一部の規制をかけて待ち針を打ちます。とも入りの山と背縫いの縫い目を合わせます。そこも待ち針を打ちます。規制が一部ですから、一部の規制、とも入り出来上がりのヘラのところに合わせて規制をかけて待ち針を打ちます。このように待ち針を打ちます。花見も入場料を取って寄付を自粛などせずどんどんやるべきだと思います。なるほど、それも一つの考えですよね。ねえ、テラちゃんっていうと、テラちゃんっていう、変身が、あれですね、こだま、家ですよね。そうですね。私、自粛に反対です。自粛で今、サービス業が大打撃を受けています。現金を募金したくても、収入がなければその気も失せてしまいます。例えば、ゴールデンウィークに関して言えば、余裕のある人は外国ではなく、国内旅行をして日本を潤すというね、役を担ってほしいです。これも形を変えた義援金だと思うんです。いろんな意見いただいてますね。続いて、紅風紀さん、川崎にお住まい、主婦の方、50代。5月の連休に夫のいとこが結婚します。長岡市で自粛しないで普通にやるそうです。こういう席で顔を合わせることは大事ですよね。ご近所さん、親戚、会社の人が来ます。中越地震を乗り越えてここまで来たんですからね、と。ああ、長岡のね、予定通りにやる、農家の若旦那さん、立山にお住まい、農業マン。自粛といえば我が地方観光立市なんです、市なんですね、が地震後観光バスが全く来ません。宿泊業や土産物屋さんは閑古鳥、被災地の方々のことを思えばわからないわけではないんですが、自粛の自粛をした方がいいんじゃないでしょうか。復興には経済を回さなきゃと。今日ユーストリームをいつも通りやってますがね、はい、たくさんの方にご覧いただいてまして、まあ、いろんな意見もね、ありますね。その中にも自粛は自粛せよというのも出てますので、確かに、はい。続いてですね、中途半端のお利口さんです。この方は女性、20代の女性、大学院生、千葉市に住まいますね。もう自粛すべきではないと思います。地域の催しがあれば実施し、みんなで飲みに行きたければ行った方がいいと思います。何をするにもそれなりにお金がかかりますから、お金を使って経済を回すべきだと思います。私、一昨年から仙台市内の大学の学生さんと夏休みに勉強合宿をしてるんですね。もし皆さんが無事だったら今年も集まりたいと思ってます。今年は去年のようにホテルの大きな会議室を借りて行うのは難しいかもしれませんが、皆さんが少しでも元気になれるようでしたら、負担にならない程度で勉強会と宴会をやりたいですと。いろんな意見いただいてます。また後ほどご紹介しましょう。だけ付けの際をかけるようにしていきます。五輪の規制をかけながらかけていきます。檻の五輪中を、共入りの檻の五輪中をかけていきます。
編集長は見た。このコーナーは毎日日替わりで有名雑誌の編集長が独自ネタやスクープも持って夕焼けテラちゃんを沖の皆さんだけにこっそり教えてくれるという聞きどころ満載のコーナーです。今日スタジオにお越しいただいたのは毎週月曜日発売の雑誌アイラの井原恵子副編集長です。で今回ですね、鬼勝春編集長に代わってのご登場です。井原さん、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今日発売のアイラ総力特集原発と日本人ですね。これ井原さん、どういう内容になっているんでしょうか。はい、福島第一原発の事故を受けまして、私たちはですね、原発は本当に必要なのか、あとこの事故をどう対処すべきなのかということを突きつけられていると思いますので、はい、編集部の総力を挙げて、原発は必要なのか、それからこの時代どうしていたらいいのかということを考える材料を提供するような記事を集めていました。はい、原発を政治、行政、原発の地元などあらゆる角度から切っている特集です。まずはこちらの対談記事からご紹介しましょう。反対派、推進派が激突対談。福島第一原発による事故の国際評価尺度、ついに最悪のレベル7まで引き上げられました。この深刻な事態を原発反対派と推進派の学者それぞれどう見るのか、これをですね、直接対談の形を取った特集記事になってます。まずは警告は無視されたと主張されている反対派の小林啓司さんという方。井原さん、この小林啓司さんという方はどういう方なんでしょうか。はい、小林さんはですね、前京都大学の原子炉実験所の講師をされていた方で、はい、原子核工学が専門の学者さんなんですけれども、伊方原発、それから高速増殖原型炉文書、これのですね、はい、反対運動に関わってきた方です。もともとは原子炉実験所の講師をされた方なんですね。はいはい、そしてそれでも原発が必要と主張されている推進派宮崎啓司さんという方は、井原さん、どういう方なんでしょう。はい、宮崎さんはですね、大阪大学の名誉教授で、はい、原子炉工学はご専門で、今回のようなシビアアクシデント、はい、非常に大惨事となっているこの大きな事故 の、 研究に、力を注いできた方で、はい、なんですが、軽水炉、高速増殖炉ともに推進していくべきだという、そういう立場なんです。シビアアクシデント、過酷事故と、ね、はい、いうふうに呼ばれているものですけども、さて今回のこの事故についてですね、2人ともスペシャリストです。科学者としてどんな責任があると思うかという質問が、最初に2人にぶつけられています。非常に興味深いです。反対派の小林さんと推進派の宮崎さん、井原さん、それぞれどういうふうに答えているんでしょう。はい、まずですね、この原発の学者さんたちというのは、推進派と反対派、今まで議論がほとんど成り立たない関係だったんですね。つまりもう反対派の皆さんはね、とにかくこういうこと事故になったらこういう危ないことが起きる、だから絶対原発は作っちゃダメだ、はい、ということで、一貫してますし、推進派の方はですね、そういう反対の方たちの言うことはあまり科学的じゃないと、日本にとっては原発は必要なんだということで、お互いがお互いをですね、全く認めないという、はい、だから議論があまり成り立ってこなかったっていう、たる種不幸な関係があったと思うんですよ。で、それなので私もアイラ編集部でとにかく反対派、賛成派のそれぞれの方にですね、とにかく出てきて議論をしてくださいということで、いろんな方に声をかけてお願いしたんですね。ところが反対派の方は結構こういう場面で出てきたい、ところが賛成派というか推進派の方はですね、やっぱりこういう事態になってしまったことに対して非常に責任を感じるというふうにご本人おっしゃるんだけれども、それでも反対派の方と議論するのは嫌だと、同じテーブルには着きたくないという方が多かったんですよ。でそういう中でですね、このお二方小林啓司さんと宮崎啓司さんですね、お二方なんとか出てくださったということで、大変本当にこういう時期にですね、出てくださって、よく出てくださってありがたかったなというところなんですけど、ね、井原さんは今年落としたんですか。私ということではなくですね、編集部とそれから本体の朝日新聞社の協力を得ながらですね、このお二方、1930年代生まれの方で、結構ご高齢でいらっしゃいますけど、長く原発 の、 関係に携わってこられた方なので、今回こういうことだということで快くお引き受けくださったんですけれども、はい、でそのどんな責任があるかってことですけどね、はい、よくね言われるのが、その想定外って言葉を使うじゃないですか、でも今回が